はい、どうも、カードショップ山本屋の山本です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。毎日18時に MTG 関連の動画をアップしていますので、チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、それでは本日は諜報&動員、このデッキをやっていきたいと思います。はい、プレイ。はい、それではやっていきます。はい、7枚でキープ。はい、ターン終了。はい、戦慄州の侵略。はい、諜報活動。ああ、じゃあ、諜報活動だね。ボスの介入。はい、もう一枚戦慄州の侵略。はい、オゾリス。はい、ガラスの棺。はい、土地を出して戦術、まあ土地はもらいましょうか。はい、影槍。はい、諜報。土地土地、あ、土地はもらいましょう。はい、土地を出す。はい、影槍を装備させてアタック。はい、巨峰活動。さあ、リリアナ捨てさせられた。絶滅のケーキ。はい、土地を出して意味の渇望。エンチャントカード1枚捨てます。はい、思考消去。はい、対戦ありがとうございました。さあ、対戦相手が先行。はい、7枚でキープ。戦術からいきますか。意味の渇望はもらいましょう。はい、ティマレット。はい、土地を出す。で、ターン終了。あ、やらか。とりあえずティマレットを取り除く。はい、巨峰活動。さあ、オゾリスが2枚。お、クロタン新人ですね。土地はでももらいましょう。はい、ターン終了。
灰色商人、悪意ある妨害。はい、土地もらいます。はい、土地を出して巨峰活動。まあここは一旦ターン終了でいいですかね。これはもらいましょうか。これなんだっけ。ああ、なるほどね。無情な行動で破壊しておきます。さあ、ちょっと厄介なやつに着地されましたね。はい、土地を出します。戦術。お、リリアナいいですね。はい、戦慄州の侵略。次へ、はい、ターン終了。静まりの呼び声。はい、オッケー。お、結構やばいダメージくる。5点、でかいな。まあでもこれでリリアナで倒せるようになったんで、意味の渇望。肉儀状の叫びもいらんか。さあ、土地を出して、はい、リリアナ。はい、オゾリス。はい、クリーチャーに対生贄に捧げます。だ、戦慄州の侵略が怖いね。おお、なんと回避してきた。さあ、ライフがないんで、なんとかライフ回復していきたいですけど。エレボス倒せなかったのきついの。ビット、さあ、土地を出す。さあ、まずリリアナトークン出します。続いて、こっちか、思考消去。ここは一旦土地いらんか。巨峰活動。
さあ、オゾリスでカウンター乗せて。さあ、自分のエンチャントで殺されそうな勢いですけど。はい、ターン終了。お、これきついな。はい、リリアナの勝利。なんとかライフ回復したいな。影槍が欲しい、影槍が。わあ、厳しいね。Rise and shine. さあ、アタック。はい、極ゲイシ。さあ、次でライフが1になる。とりあえず意味の渇望。さあ、ここで引いてこい。お、影やりきましたね。エンチャントカードを1枚。いや、拒否しよう。これとこれだな。そして影やり。さあ、装備させて。さあ、ここで殴りたいけど、先にこいつで行くか。はい、リリアナの勝利。さあ、これでアタック。さあ、5点回復。トークン出して、土地出して、はい、侵略。さあ、これで盤面だいぶ出来上がりましたね。残忍な騎士。さあ、リリアナが死んだ。さあ、次のターン77になって、さあ、土地を出す。さあ、アタック。
はい、対戦ありがとうございました。さあ、それでは行きましょうか。これはキープですね。まあ、思考消去からの肉技場の叫びあたりで。わあ。ロークスワイン城か。まあ、一応もらいましょうか。楽園のドルイド。はい、思考消去。グレートヘンジ。意味の渇望はとりあえずいらないかな。はい。はい、野獣。一回やっとかないとやばいね、これ。肉技場の叫び。まあでもこのターン、生側でどっちにしても殴られんのか。生側。はい、すすの儀式。さあ、次のターンはエレボスの介入で除去していけるんで。わ。黒の呪言。これは参ったな。よりによってだね、これ。はい、ターン終了。はい、4点。はい、意味の渇望。カード2枚捨てる。土地と思考消去捨てるか。はい、ターンもらいます。はい、リリアナの勝利。はい、ターン終了。ニッサ、はい。悪意ある妨害。土地、一応もらうか。微妙っちゃ微妙な気もしますけど。はい、ターン終了。はい、楽園のドルイド。わあ、水晶壊しか。まあ仕方ないっすね。どうしようもないね。殴ってきたらやれるんで。3点食らうけど、ロークスワイン城起動しましょうか。で、ターンもらいます。はい、ターン終了。さあ、エレボスの介入。X は6ですね。これで6点回復。これがでかいね。はい、土地を出して、ロークスワイン城もいらないですね。はい、ターン終了。まあ、無情な行動があるのがすごいありがたい。はい、探索する獣を破壊します。はい、ロークスワイン城起動。
はい、挙報活動。さあ、こっからはもうこちらの。いいように展開できるんじゃないかな。はい、ターン終了。ニッサか。はい、はい、取り除き。あれ、あ、そうかそうかそうか。こいつでもどうしよう。はい、リリアナ。はい、ブロック。さあ、ワンドロー。巨峰活動。はい、戦慄州の侵略。はい、トークン出す。はい、影槍。はい、装備させます。はい、ターン終了。おお、探索する獣来ましたね。なかなかやばい。マイナス4で一回リセット。どうなんだろうな。まあ、こっちか。はい、ブロック。さあ、残りライフが1。ああ、1で4か。大丈夫かな。まだなんとか大丈夫。はい、ターンもらいます。さあ、土地を出す。まあ、でもとりあえず除去していこう。あ、そっか、その時リリアナがいないとドローできないのか。はい、リリアナ。影槍を装備させて。はい、ターン終了。はい、ガラク。なかなかやばいっすね。そっちはありがたいね。はい、ブロック。先にリリアナの、いや違うな。はい、意味の渇望。エンチャントカードを1枚拒否。これとこれいらないですね。
はい、戦慄州の侵略、はい、装備させます。はい、次へターン終了。さあここでリディアナの勝利。さあ手札も捨てさせる。さあクリーチャー化してくる。パス。はい、ブロック。はい、カード引きます。お、これはありがたいな。ニッサ戻しちゃおう。はい、ターンもらいます。はい、33。はい、リリアナの勝利。はい、影槍を装備して、はい、対戦ありがとうございました。さあ、それじゃあデッキ紹介いきます。オゾリスが3、影槍が3、リリアナの勝利が3、取り除きが1、戦慄州の侵略が3、無情な行動が1、思考消去が3、発見発散が2、悪意ある妨害が2、意味の渇望が4、肉技上の叫びが2、虚報活動が3、死者を目覚めさせる者リリアナが1、すすの儀式が2、戦慄州の将軍リリアナが2、エレボスの介入が1、島が5、ロークスマイン城が4、沼が7、欺瞞の神殿が4、湿った墓が4ということでね。はい、まあもうじきね、ローテーションで落ちる長方と動員でしたっけ。まあそこら辺をメインにしたデッキになります。まああと1ヶ月ぐらいなんで、その間はちょっとね、もうスタン落ちそうなカードを優先的に使っていこうかな。まあその、一つ目ですね。はい、そんな感じでよかったら遊んでみてください。さあそれでは今回ここまでです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それではバイバイ。